ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、前回のタイタンイベント、お宝開封の儀、の続きをお伝えします。今日はマンドレイク、フラワー28個の開封と、その際に獲得するハングリー、マンドレイクの開封の様子も、引き続きご紹介します。では、不必要に動画が長くなるのを避けるために、早速ですが、マンドレイク、フラワー28個を開封したいと思います。それではカウントダウンを行います。じゃじゃーん。28個の宝箱の中から、特賞を入手可能なハングリー、マンドレイクを8個、ゲットすることができました。今は、前日に私が試験的に宝箱を開けた際に入手済みのものと合わせて、合計で10個のハングリー、マンドレイク、を所持しています。今回の、ハングリー、マンドレイク、の中身は、スーパータイタン、エデンのソウルストーンが入ってるはずなので、ものすごく期待しています。私は、エデンのソウルストーンを一つも所持していませんが、230個を集めると、レベル1のエデンを召喚することができます。果たして、今回の、お宝開封の儀、で、エデンのソウルストーン230個を、一気に集めることができるのか、ドキドキしています。それではカウントダウンを行います。じゃーん。やっぱり、エデンのソウルストーンが入っていましたが、今回の開封で入手できたのは150個でした。私はすでにスーパータイタンの、アラジ、と、ハイペリオン、を入手済みなのですが、タイタンタワーの攻略には、エデンが必要だと常々感じていました。この動画の制作時点で、新たに、マンドレイク、ルーツを32個ほどゲットしているので、最終的には45個から50個の、マンドレイク、ルーツを携えて、もう一度スーパータイタン入手にチャレンジします。この動画チャンネルでは、以前に、イベント対策のコイン備蓄戦略、を、お伝えしましたが、私は常日頃から、こういったイベントのために、マーチャントショップ用のコインを、備蓄するように心がけています。ヒーローのソウルストーンを、こういったイベントで一気に、数百個も入手可能な状態にしていると、ものすごく大きなメリットがあります。ぜひ皆さんも、マーチャントショップのコインは、少しずつ交換するのではなく、ために貯めて一気に吐き出した方が、お得になることが多いと思います。では、イベント終了後には、再び、開封の儀、最終回、お送りしたいと思います。それでは、今回も、動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。